いわき駅ビル、いわき駅ビルは、福島県いわき市のいわき駅にあった駅ビル。株式会社アトレが経営し、ミトステーション開発株式会社が運営していた。駅南口再開発計画により2020年8月31日を、もって一時閉店し、その後2022年に増床した上で再開店する、予定。過去に、いわき中央、ステーションビル株式会社が運営していた、 旧駅ビル、ヤンヤンについても合わせて記述する。2009年6月19日オープン。地上4階建てで旧駅ビルのヤンヤンと比べると小さな駅ビルとなったが、これは商業施設等の機能の大半を駅前再開発ビルのラトブが担っているためである。現在の岩木駅ビルは土産物屋や飲食店などを中心に運営されており、生鮮食品や衣類、 書籍といった物品は、ラトブに頼ることとなる、など。ヤンヤン外観、ヤンヤン跡地のバスターミナルヤンヤンは、岩木駅ビルが2009年6月にオープンする以前に、岩木駅の駅ビルとして存在していた、商業施設である。運営は、岩木中央、ステーションビル株式会社で、1973年7月27日にオープン。開業当時は、岩木駅ではなく、 平駅であった。2007年9月30日に、岩木駅前再開発事業により閉店。34年の歴史に幕を閉じた。現在駅ビルは解体され、跡地は岩木駅前、バスターミナルとして生まれ変わった。ありがとうございます。